はい、どうもこんにちは、もかげです。ということで今日もねちょっとあまり時間がないんでサクッとね1本あの雑談系のね動画を作ってみようかなと思っていて、で今日はねちょっとね僕自身もねまだ悩んでいることではあるんですけれども、あの1台のねカメラとねあのそろそろお別れの時期かなというふうなあの気がしているんですね。でそのカメラがねこれなんですよ、ソニーの RX100M7 っていうふうなね、これまあいわゆる最近はねあまり聞かなくなりましたけれども高級コンデジって言われるものなんですけれども、これをねまあそろそろねまあ手放そうかなというふうなあの気持ちになってきていて、でその理由っていうのもまあいくつかはあるんですけれども、やっぱ一番のね理由っていうのはね、あのここのところトントンね使う機会っていうのがこうなくなったっていうふうなことなんですね。で僕ねこのねカメラをねあの購入した当初、これはねあの発売とほぼ同時に購入したんですけれども、最初ねこれ使い始めた時はね本当こう感動的なカメラと言いましょうか、あの何でしょう、僕の中ではこれはね最高のこうサブカメラっていう風な感じだったんですね。これ一台をまあカバンの中にねあの忍ばせておけば、あのメインカメラに何かあったとしてもこれでまあこと足りると言いましょうか。でこのね RX100M7 っていうのはとにかくやっぱこうスペックが高かったんですね。で特にこうオートフォーカス、これ当時 α9 並みのオートフォーカスを搭載しているっていうことで、まあ、当時のねあのソニーのこうフラッグシップ的なカメラとほぼ同等のオートフォーカスっていうのを積んでいたりだとか、であとね、まあ、1型のセンサーのコンデジっていうことなんですけれども、このカメラねテレ側はね 200mm まであるっていうことで、あの望遠液っていうのを使うと、まあ、このオートフォーカスの良さっていうのと相まって、あのいい感じにボケるような写真や映像っていうのも撮ることができて、であとやっぱりこう写真機能だけではなくて映像面でも S-Log2 を搭載していたりだとかってことで、まあ、結構こう全方位的にほぼほぼ完璧なこうサブカメラっていう風なあの印象だったんですね。あのただしね僕の中でこのカメラってやっぱりねあのまあ言葉悪いんですけれども、まあ、不幸なカメラというか、あの生まれたタイミングが悪かったカメラっていう風な感じで、このカメラっていうのを購入してまずねちょっとした小旅行にあの持って行って、まあ、結構こう感動して、もうこれはもうあのサブカメラこれで一本化できるみたいなあの感じになって、あの2020年の頭から結構長い撮影旅行っていうのに出て、その時のサブカメラっていうのはこれを持って行ったんですね。なんですけれども、そのタイミングで起こったのがコロナなんですよ。でそこからまあ全世界的にね旅行っていうのの自粛っていうのが続く中で、結構やっぱりこのカメラっていうのはねあの旅行に最適な本当カメラっていう風な感じだったんで、一番ね美味しいところっていうのを旬をね逃してしまったっていう風な印象なんですね。で僕も結局その後っていうのはこの RX100M7 っていうのはほとんどまあ使わなくなったと言いましょうか、まあ、防湿庫の中にずっとこうしまっていたっていう風な感じなんですね。今はだいぶまあコロナっていうのもまあ収まって、そういったこう旅行とかっていうのは戻りつつあるんですけれども、なんですけれどもやっぱりこのね3年間ぐらいでいろいろと僕自身もあの状況っていうのも変わったりしてですね、正直また僕がね海外にこう長期のこう撮影旅行に行くとしてですね、この RX100M7 をサブカメラとして持っていくかっていうと、まあ、結構まあ微妙なんですね。どうしてもやっぱり4年ぐらい前のカメラっていうこともありますし、何かね新しいものが欲しくなるところですし、まあ、そんな感じでね自分の中でこの RX100M7 ってめちゃくちゃね評価が高いし好きなカメラではあるんですけれども、今後持っていてもねあまりこう使いどころがなくなってしまったかなっていう風な印象で、まあ、それだったらねこう別のカメラをね購入する資金にもなりますし、であとね今日ねあの結構ねあの税金の支払いとかっていうのも来たんで、あのそんな感じでねあのまあそろそろねこのカメラっていうのもあの他の人にねお譲りするようなタイミングなのかなっていう風な気があのしたんですよね。本当ね昨日今日ねそんなことを感じたんですけれども、でやっぱりね気になるのがねこのね後継機ですよね、 RX100M7 の後継機で、これ特にねあのこの RX100M7 っていうのは6からほとんどね間を置かずにねあの出たカメラなんですね。1年ぐらいで更新されたモデルだと思うんですけれども、なんですけれどもこの7からあの次のモデルっていうのにはあの代替わりしていないですし、でその噂っていうのもねあの現状出ていないんですよね。でしかもこういったこうカメラのトレンドっていうのもこのコロナの間にねやっぱりこう Vlog っていう方に特にこうソニーなんかはね大きくシフトチェンジしたっていうこともあって、このシリーズっていうのが果たして続くのか、つまり RX100M8 っていうのが出るのかっていうのも、まあ、結構まあ微妙なところかなっていうふうなあの感じになってきているんですよ。で僕はねこの RX100M7 の後継機が出ればねやっぱり欲しいとは思うんですよ。で特にやっぱこのね7を使っていて、あのいくつかこう気になっていたポイントで、一つはねこうバッテリー周り、まあ、なかなかこうサイズ的に難しいところがあるかもしれないんですけれども、やっぱりもう少し
バッテリーライフっていうのを長くしてもらいたい。で、あとやっぱり映像面で言うと、まあ、これね S ログ2は搭載しているんですけれども、やっぱりあのソニーのコンデジカメラのトップだとするんだったら、あの例えばね S シネトーンであったりだとか、あとは選択的なこう10ビットだとかね、そういったこう進化の余地であったり拡張性の余地っていうのは、あのこのシリーズねまだまだあると思うんですよ。なのでね、あのこの Mark8 にはね期待したいんですけれども、なんですけれどもその噂っていうのはね、まあ、ほとんどこう出てこないっていう風なあのところで、今ね持っていてもまあ使わないんだったら、あの、まあ、下取りに出そうかなっていう風なあの感じに昨日今日となっているんですね。あとねこれはね全然ね根拠ない話なんですけれども、僕ねこの RX100 Mark 7を購入するときにあの迷ったカメラっていうのがあるんですよ。でそれがねリコの GR3 なんですね。リコの GR3 もこのカメラのねちょっと前ぐらいねあの発売されてたカメラで、あのそっちも気になっていたんですね。あれとやっぱりこの RX100M7 っていうのは、まあ、もちろんねこうセンサーサイズっていうのはあっちは APS-C で違うんですけれども、まあ、同じようなこうコンパクトなカメラっていうことではあるんだけれども、コンセプトっていうのは全然違っていて、まあ、あっちは本当にこう写真一本、特にこうストリートスナップ一本っていうような感じなんですけれども、こっちはもう何でもできますよ。まあ、それこそまあ写真も撮れますし、映像も撮れますし、24から200ミリありますし、まあ、結構こう何でもできる、まあ、サブカメラ的な扱いだったんですね。で当時はね、僕はね、コンデジなのに何でもできるカメラっていうところが僕にとってこう最大の魅力だったんですけれども、今はねやっぱりね、どちらかというとこう GR3 的なものにねあの魅力を感じていて、なんだったらこれをね下取りに出して GR3 を買いたいなとかっていうふうに思ったりもしたんですよ。まあ、なんですけれども今ねまた GR3 もねなんかねあの品薄状態で、もうあれもだから発売されて4年ぐらい経つようなカメラなんですけれども、中国なんかではねもう在庫がなかなかなくてすいませんみたいなアナウンスがあの出るぐらい未だにあっちも売れてるんですよね。でまあこの辺でもねちょっとまあ複雑な気分と言いましょうか、この RX100M7 の後継機も GR3 の後継機もあのどっちもねあんま噂っていうのは聞かないわけですよ。つまりこう GR4 の噂とかってあの発売から4年経ってもあんまり聞かないじゃないですか。でこの RX100M7 の後継機の RX100M8 に関してもまあトンと聞かないわけですよ。ただしこの2つのねリコーの GR3 と RX100M7 のそれぞれの後継機どちらが出る可能性があるかっていう風になると、多分ねリコの GR4 のような気がするんですよね。もちろんねこのね RX100M7 に関しても未だに需要あるとは思うんですけれども、それでもソニーの場合はこれにこう変わるような形でこう Vlog カメラみたいなのを出してきているんで、後継機ではないんですけれども違った選択肢っていうのが用意されているわけですよね。なんですけれどもリコーの GR3 に関しては、まあ、X バージョンとかっていうの出ましたけれども、基本的にまあフォームファクターっていうのは同じなわけで、まあ、次世代機を開発していることはリコーの方はほぼほぼ間違いないと思うんですよね。それがまあいつ出るかっていうのは分かんないですけれども、あれだけまあニーズがあればやっぱりリコーの GR4 の開発っていうのはあのしていると思うし、その実現度っていうのはこの RX100M7 の後継機よりもまあ高いような気がするんですよね。なのであの乗り換えるんだったら今のタイミングでもありかなっていうふうなあの感じで、そんな感じでね今ねちょっとこのカメラをねあのどうしようかっていうのを悩んでいるっていうような感じで、まだねあのヤフオクに出すとはね決めたわけではないんですけれども、どうなんでしょうね、本当に RX100M7 の後継機は出るんでしょうかっていうのは、やっぱり個人的にねこのサブカメラっていうものに対するニーズっていうのがねやっぱりねこう下がってきているようなあの個人的な印象なんですね。あのっていうのはやっぱりねスマホっていうのがこう究極的なこうサブカメラにねあの慣れるような時代になってくる中で、あの結構ねこの手 の最高のサブカメラっていうのの存在意義みたいなのっていうのもまあ薄まってきている。で個人的にねこのスマホのねあの一番の影響を感じるのっていうのはこういったやっぱりこうコンパクトなサブカメラなんですよね。なのでこうスマホでね大体可能であるんだったら、あの GR3 とか、まあ、もちろんこう GR3 もねあのスマホにとって変わられるっちゃ変わられるんですけれども、それでもやっぱりこう APS-C で、まあ、スナップに特化しているっていう風なところではね、そっちの方がこう出番もね多くなるのかなっていう風なあのところで、ということでね今ねこの RX100M7 の処遇っていうのをねあの個人的にね悩んでいるんですけれども、まあ、とにかくねあの果たしてこれね後継機があるのかっていうことね、あの後継機があるんだったらねやっぱりねあの機能移管によってはねやっぱ欲しくなるカメラではあると思うし、であとねあの関係ないんですけれどもリコの GR3 ねあっちの後継機もねどうなるのかっていうのもあの気になっていて、もしねその辺にね動きがあるんだったらね、いずれにせよこのカメラっていうのはね下取りに出すことになると思うんで、それだったらね、まあ、早い方がねいいのかなっていうところで、ちょっと今悩んでいるかなというところです。ただしね本当ねこの RX100M7 っていうのは
個人的にもねめちゃくちゃお世話になったカメラで、これまあ勝手な憶測なんですけれども、仮にコロナっていうのが起こってなかったらね、やっぱりこの RX100M7 って旅行カメラのニーズっていうのはかなりね担えたと思うんですよね。そう考えるとね、コロナがなければね、これももうすでにね、もう RX100M8 なんていうのが出ててもおかしくなかったのかなっていうふうに思うと、まあ、なんともまあ皮肉な感じではあるんですけれども、まあ、そんな感じでね、今この辺のことをちょっとこう悩んでおります。っていうのもね、昨日ねちょっとお気味のね税金の支払いっていうのが来てしまってね、ほんとね払いたくないんですけれども、払わなきゃいけないみたいなんで、まあ、というわけでまだねこれ売るってね決まったわけではないんですけれども、まあでもね、これもまあ個人的にはまあタイミング的にはまあそろそろかなっていうふうな感じなんで、はい、本当個人的にお世話になりましたっていうふうな感じですね。はい、まあ、次買う何かしらのカメラのね原資にはなるかなと思って、まあ、ちょっとこの辺も今考慮しているかなというところです。というわけでここのところねまたバタバタしていて、なかなかね動画作る時間っていうのはなくて、ここ最近ねだいぶね毎日更新っていうのを続けていたんですけれども、多分ね今週の日曜日が月曜日、動画ね1日ぐらい空くことになるかなとは思うんですけれども、まあ、それでもまあなんとかね動画更新だけは続けていこうと思いますので、もし聞いていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。